どうも、あずむです。本日はですね、吉祥寺にやってまいりました。だいぶ久しぶりの吉祥寺でございます。で、おそらく僕のチャンネルでこうやってきちんと吉祥寺の、外でね、撮影するのは多分初めてなんじゃないかなと思います。もともと、カインドール吉祥寺っていう、東急の方にあるブランド古着屋でずっと働いてて、でその時に2、3年ぐらいですかね、吉祥寺に住んでたので、セレクトショップとか古着屋さんとかは一通り、行ったことがあるんですけども、なんだかんだ始めたての頃はこう外で撮影するのがちょっと恥ずかしくて、結局吉祥寺で撮影しなかったんですよね。さすがにもう YouTube 5年目6年目に突入しようとしておりますので、もういいんじゃないかなということで、吉祥寺に満を持してやってまいりました。で、今回は僕が 2,3 年こう吉祥寺で過ごす中で、一番いいなと思うお店、一番おすすめのショップっていうのに今回ちょっとお買い物に行きたいなと思います。ちなみにカインドール吉祥寺に行くわけではないです。はい、ということで、それでは早速行ってきたいと思います。はい、ということで、やってまいりました。じゃあ、今回お買い物をさせていただくのはアパートメントさんでございます。それでは早速入ってまいりました。ちょっと早速スタッフさんをご紹介します。スタッフのしゅんさんです。お願いします。いくつですか？今29です。あ、同い年だ。そうですね、なんかそうだったんです。93です。なんか一気にちょっと安心感がお店は1回ぐらいしか伺ったことないんですけど、ずっとインスタでは拝見してて、ちょっと動画はいつか撮りたいなって思ってて、ありがとうございます。早速見ていきましょう。なんか本当住んでる時から行列が週末ですかね。そうですね、週末、土曜日、土曜日がなんかすごくて、僕お店に出勤する時に大体なんかそこの道を通ってたんですけどなんかやけに並んでんなと思ったら大体こっから伸びてて結構偉いとこまで。そうですね、一回曲がったりも。そうですよね、はい、吉祥寺一位並んでるお店じゃないかなと思って。ちょっと見て気になってたやつ。まあ本当昔出てた形なんですか？そうですね、昔出てたもので、3年、4年前に、はい、うちが黄色赤のああ、はいはい、見ました。これなんか定番みたいに配信してるんで。あ、なるほど、はい、表地ゴアテックスなんですね。あの、ものによってゴアだったりダーミザックスっていう、いろいろある。なるほど、はい、あ、本当だ。あ、色で違うんです。そうですね、シーズンだったりなんか違うの同時に出たり。ちょっと着てみてもいいですか？はい、どれだろうでも紫が人気だったりする感じですか、これ？そんなこともないです。どう着るかで結構変わってくると思うんです。カルチャーとかすごい好きな人とかはやっぱド派手なの行ったりするんですけど、普段使いでいつも着るとかだったらオリーブとか、そういう方がやっぱり確かに、はい、ありますね。大きい方がおすすめですか？大きい方がおすすめです。あ、じゃあ XL にします。微妙に文字と違う鮮やかなグリーン。フードがちょっとこう後付けみたいな感じになってますね。そうですね、はい、外してるんで。これはやっぱ開けて着るのかな。なんか思いっきりバッとパッとやって着たり、後ろで止めちゃって着る人だったり、フードを裏返しにしてあえて中の色出したり。なるほど、いろいろ固まるんですね。これあったかいわ、絶対。おお、それこそ前はなんかこんな感じのカラーリングですね。あ、そうです、そうです、自分たちもそれで。あ、これは普通にヴィンテージの、はい、赤黄色ってやっぱいいですね。何年か前にスプリームで出たやつの形、元ネタになってて、これは
かなり前に動画でご紹介したことある。なんかこれのウールのやつあります。あ、これですか。そうですね、リノウール。レールロードいっぱい種類あるんですよ。ですね、はい、なんかやっぱ日本だとねこの辺のイメージがすごい強いんですけど、これはもうちょっと厚手のやつでしたっけ。それ最近出たんですよ、一番新しいです。新しいやつ、はい、結構肉が自分たちこれ結構押してたんですけど。あ、こっちですか。すごい緩い。なるほど、それともちょうど間ぐらい、中間ぐらいな、はい、確かにこっち結構まあ締め付けしっかりしてますもんね。そうなんですよ。なるほど。なんかアパートメントさん靴下のこだわりというか、なんかインスタ読んでてもゆるさとかなんかその色とかすごいこだわりが強くて、うん、面白いんですよ。ちょっとこれは試しに買ってみます。はい、細かいところでなんか差をつけるじゃないですけど、はい、同じアイテムでもどう被るかどう履くかどう着るかっていうので。なるほど、はい、変わってくると。確かに、なんかまあ一見ブランドで言うと全然馴染みがあるんですけど、はいはいはい、なんか置いてあるアイテム一個一個がなんかこうストーリーとかスタイルがなんかあるというか、うん、なんかそれがすごい見てて面白いんですよね。あ、グラミチ、うちの別注のアイテム、はい、もともとこういう形があるんですか。いや、もう全くなくて。全くない、はい、ところから。はい、サムエみたいな。そうですね、サムエです、うん、なんでサムエなんですか。うちのオーナーがすごい昔から着てて、意外と使い勝手いいっていうか、多分。なるほど、はい、こっちはダブルニーで、ダブルニー、はい、中にフリース両方当ててあるんですよね。いや、これは高いな、絶対。あ、高いですね。グレーの色味がまたいいですね。結構そこはこだわって、はい、何度もサンプル出してみたいな。開けてみるしな。そうなんですよ、開けたらなんかちょっとカーディガンっぽい、カーディガンっぽい感じ。いや、色がいい、本当に、うん、なんかグレーのこの感じ。え、ちょっとパンツも履いてみてもいいですか、はい、できればセットで着てみたいです。はい、ということでパンツ履いてみました。え、めっちゃ良くない。めちゃくちゃいいですパンツ。え、だから大きくして良かったかもしれない、うん、ちょっとダボつく方がかっこいい気がする。かっこいいな。これは形としてはもともとグラミッチで、それも、あ、これもないんですね。はい、じゃあもう完全に、そうなんですよ、オリジナルというか、ことなるほど。です。いや、適度に気持ちいい。なんか結構裏側フリースとかボア系のやつってなんか熱すぎる。ああ、それわかります。はい、多いじゃないですか。なんかこの適度な絶妙なこの毛足の長さと厚みなんですよ。引っ掛けて。なるほど。裏で着てもいける。3枚だから。ありですね。もう行きますね。行けるね。ポケットだけないけど、ちょっとセットアップ感を薄める。うーん、今の時期ちょうど良さそう。ちょ、これは買いましょう。最近所作使ってる。ああ、確かに。原点回帰。このお客さんがブライドルのうちで買ってくれたやつを使ってて、おお、めちゃくちゃ味出てて、ちょっと負けてらんないなと思って使い込もう。いいね、使いやすい。こちらでお願いします、はい。めっちゃ入れてくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいステッカーですか。ステッカーそうね。わ、すごい嬉しいやつだ。あ、ブロッコリー
あ、なんて、何したっけ、ビーフ&ブロッコリー。ビーフ&ブロッコリー。はい、ありがとうございます。かわいい。はい、ということで、お買い物してまいりました。めっちゃ買っちゃいましたね。気になった方はぜひアパートメントさん行っていただきたいですし、まあ、あの吉祥寺には他にも古着屋さんもたくさんあって、まあ、あと井の頭公園もあって、で、カインドル吉祥寺もあって、まあ、本当に結構一日楽しめるぐらいいろんなお店とか、まあ、ご飯屋さんも充実しているので、まあ、ぜひ、ね、この動画を見た方は吉祥寺遊びに来ていただけると嬉しいです。この動画が少しでも面白いなと思っていただけましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。